白宝線。白鳳線は、福島県白川市の白川駅と、同県東白川郡棚倉町の岩木棚倉駅を結んでいた、白宝鉄道、鉄道省、運輸通信省の鉄道路線であり、これを引き継ぐ日本国有鉄道、国鉄バス、東日本旅客鉄道、JR バス関東、JR バス関東の自動車路線である。東白郡倉町は、 江戸時代には、田名倉藩の城下町であり、軍役所、警察所、税務所が所在しており、東白川郡の中心地であったが、日本鉄道が開通し、白川に停車場が設けられてからは、交通上不利な立場となり、町は衰退していた。一方、金山村や高野村には、炭鉱があったことから、白川田名倉間の鉄道敷設の計画をする者が、陸続と現れてきた。 その講師は1896年7月に出願された白川炭鉱鉄道である。白川炭鉱の石炭運搬が目的と思われるが、発起人など不明で詳細はわからない。出願は1898年に却下されてしまった。その後は、地元の有志たちが鉄道不設運動を行い、陳情もなされるがなかなか身を結ばず、具体化されたのは、当時鉄道王と呼ばれた。 天宮慶次郎が登場してからである。天宮は各地の有力者の協力のもと全国に軽弁鉄道を建設し、1908年にそれらを統合し、大日本軌道を設立することになるのであるが、ここ白川棚倉間にも鉄道を敷設することを計画し、地元の有力者とともに、1907年2月内務省に特許申請し、10月7日に、 白砲軌道に対し軌道特許状がカフされた。ところが、道路上に軌道を付設することから、道路福音が人家のあるところで単線島、複線5県それ以外の場所は、それぞれ3県と島という条件であったものが、陸軍省より、特許後の15日に人家のあるところで単線6県半、複線7島等々の拡幅を開業後適当な時期に行うようにとの条件が加えられた。 これには、多額の資金負担を必要とすることから、特許有効期限延長申請が提出され、計画が中断してしまった。白鳳軌道が暗礁に乗り上げている中、1908年2月12日に、棚倉鉄道に対し仮免許状がカ付されている。区間は、白川町棚倉町間、西白川郡金山村道郡道村白川炭鉱館、 基間は7 6 2ト、mm、ル、北起人総代は白川炭鉱所有者の岡野川らである。資材は二ミ7 6 2ト、mm、ルから1 0 6 7ト、mm、ルへ、改め機構時中の大梅鉄道より調達することとし、用地買収交渉や株式応募は行われたようだが、石井村の大地主が計画から降りてしまい、1909年には有効期限内に本免許の申請を、 ためささるという理由で免許を執行してしまう。また、白宝軌道も打開策を見出せず、特許有効期限に延長申請が、再三にわたったため却下されてしまい、1909年6月1日に、特許上は返納され実現しなかった。1911年から1912年にかけて、実に5社の出願がされた。1911年11月に出願された。 白鵬京弁鉄道は、北起人代表が、金山の近郊、山主の西田二三郎。他に、白鵬軌道の北起人、棚倉鉄道の北起人が名を連ねた。1911年10月に出願された、白川鉄道1は大日本軌道の小沢慎之介、大淵龍太郎や棚倉鉄道北起人の、岡野河原が北起人にいた。 なお、天宮は1911年1月に死亡している。1911年5月に出願された東北炭鉱は、本社東京工業部東白川郡、高野村瀬が野にあったが、出願書に添えられた福島県の意見書によれば、休眠会社であり、事業成功の見込みなしとされていた。そのためか1911年12月に出願された白川鉄道には、 東北炭鉱の専務取締役の四方常次郎が、発起人の中におり、他の発起人を計画に引き込んだか、名前を借りたと見られている。最後に出願された白川鉄道3には、発起人に、福島人や炭鉱業者も参加しておらず、東器資本家で構成していると見られている。1912年6月になり、鉄道員は4社、東北炭鉱は、 脱落の合同を県知事に命令することになった。しかし交渉はうまくいかず、1913年6月に地元資本家の多数いる白方形弁鉄道に免許状がカ付され、他の3社は出願を却下されることとなった。免許状をカ付された白方形弁鉄道は、1914年春より株式募集活動を始め、6月17日に白川町で、 会社設立総会を開き提案、役員を決定した。なお、発起人代表の西田は1913年1月に、発起人から脱退している。地元有志たちからは、須賀川出身の立憲国民党、後県政界代議士、愛国生命保険社長の鈴木万次郎が押されていたが、鈴木が、福島市の土建業者で、福島伝統を追った多数の会社の重役を務める大島。 養造をしたため、大島が社長に就任した。この頃に、白宝警弁鉄道から白宝鉄道に解消した。1914年6月20日、工事試行認可申請を行い、認可期限の2日前、間もなく測量に着手し、用地買収に着手した。沿線住民は鉄道建設に協力し、用地買収は順調に進められたので、 9月までに測量が終了し、用地買収は11月30日までに全部終了した。1915年3月18日工事施行申請を行い工事に着手。翌年には国鉄線との連絡上期間を 762mm から 1067mm に変更することに、資金の不足分は愛国生命の融資によった。そして1916年10月8日に、 白川町金沢内間が開業し、続いて11月29日に、金沢内岩木と名倉間が開業した。起乗、車両とも鉄道員からの払い下げであった。また両森駅から白川炭鉱まで引っ込め線を開通させた0.77マイル。白川炭鉱の所有者は、取締役の安川栄二郎である。1918年になり、 白川工業防止会社を設立し、大島と鈴木が出資社員になった。経営状況であるが、貨物収入の伸び率が、旅客収入の伸びより悪かった。また借入金の利子が累積赤字とし、残る状態は経営の枷となり、配当が出たのは1922年下期からであった。また、貨物収入を見込み、 引っ込め線を付設した白川炭鉱は1917の1919 19年が最盛期で、この頃の出炭量は年6000トンくらいであったが、1920年には旧山となってしまう。安川は1918年に炭鉱商船像、内寺郎作に売却し、白鳳鉄道取締役を1921年10月に辞任してしまう。 1923年頃から不況の影響が見られるようになり、貨物が減少した。また、乗り合い自動車が白川田名倉間の運転をはじめ、旅客数が減少したため1924年に運転回数の増加で対応した。さらに1929年に乗り合い自動車に対抗するため、列車本数頻発と燃料費節約を図るべく、ガソリンカーを投入し、 専用停留場を設けて旅客確保に努めたが昭和金融強行もあり1925年下期を最後に無敗に転じた1932年に水軍南線が終点の岩木棚倉駅に乗り入れるようになると運賃の関係上貨物の大半を国鉄に奪われ経営不振に陥ったこのため白宝鉄道は1933年に 運輸営業廃止申請をする一方、白宝鉄道買収の請願を出した。買収の請願は、第64回帝国議会で採択されたが、財政上の理由から実施は見送られてしまう。その後も請願は続けられ、ようやく1936年12月の鉄道省将棋により、買収するだけの交際を発行する余裕がないことから、政府借り上げをすることに決定された。 そして1938年に借入れ営業を開始し白宝船となった。その後も設備投資の必要性から買収の請願は続けられ1941年に買収が決定、正式に国有鉄道、鉄道省の路線となった。しかし、太平洋戦争の激化とともに、1944年に不要不急船として休止され、レールなどが撤去された。戦後は、 鉄道としての復活を断念し、線路時期を専用道路に転用して、バス路線として運行されることとなった。白川駅東町駅南湖駅、南湖大関山口駅、関山口古関駅、古関番沢駅岩木金山駅両森駅、三森駅金沢内駅、金沢内岩木棚倉駅。いずれも、鉄道休止当時は、国有鉄道、運輸通信省線。 現在は、東日本旅客鉄道、JR 東日本線。開業時に、機関車1両3等客車6両、有害貨車3両、無害貨車1両。機関車、客車は国鉄よりの払い下げで、機関車1両は遅れて進行している。1941年の買収時に、鉄道省に引き継がれた車両は、蒸気機関車3両、ガソリンカー2両、客車3両、 貨車33両であった。廃線となった鉄道の白鳳線の線路時期を道路に転用した祖父、岡岩木田倉白川を結ぶバス路線で JR バス関東白川支店が運行を担当している。正式には岩木田倉白川が白鳳線、浅川口岩木逆さ川金沢内、岩木田倉祖父岡が岩木南線となるが運行には 白宝線系統として一括して行われており、まとめて記述する。本数は1時間に1本から6本と地方のバス路線としてはかなり多く、その利用者の多くは高校生である。本数は多いが続行して運転することが多い。これは専用道区間が単線線路を舗装化したため、停留所や退避所ですれ違いできるようダイヤを組んでいるからである。 また、その使命から地域間輸送だけでなく、新白川駅発着に関しては、新幹線接続の目的もある。バス路線の途中、三森表号庁舎前館といわき金山、赤変間がバス専用道路、その他の区間のほとんどは、国道289号や118号を走る。専用道は、直線が多く、信号がないため、 最高時速60キロで一般道を走るよりスムーズに運行している。以前は普通、休校の設定があったが、現在はない。経由は、新白川経由、新白川、緑ヶ丘経由、旭高校経由、棚倉高校経由などがあったが、2009年3月20日のダイヤ改正により緑ヶ丘経由と棚倉高校経由、ルネサンス棚倉発着便は廃止された。 朝日高校経由については、同区間が福島交通のエリアであることから、一部を除いて、クローズドドアであったが、2004年3月に、福島交通に合わせて停留所が設置されている。戦後に2度も、鉄道路線の復元工事が計画されたものの、最終的には、線路時期をバス専用道として舗装化し、1957年に、白鵬高速線として開業した。 当時は現在の国道289号に並行した路線もあったため、このように独立した路線名だった。それだけでなく、この当時は幹線級の国道でも地方では砂利道であることが多かった中、直線でスピードが出せる道路を国鉄が費用をかけて舗装化したのは将来のローカル線のあり方、不採算路線のバス化を示したことや、自動車局の事業でいえば、 名神高速線、東名高速線の開業に向け、メーカー施策の高速バス車両、三菱不装 MAR820 改め型、B906R 型等の試験運転を行ったことなど、全区的役割も多かった。下記の停車場については、停車場中心が定められていた。岩木金山駅は、自動車駅。また、白川高校前、南古、番、沢、 金沢内には待合室とプラットフォームが設置され、鉄道の無人駅のような形態となった。便数についての記述は、突起なき場合は2009年3月20日改正のダイヤによる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。